皆さんこんばんは。こんばんは。定例会の集まりいただきましてありがとうございます。今年もお聞きいただいたので、本当に知らないばっかり、初めてじゃないので、まだと思うかもわかりませんけど、ちょっとそういうことで住所の用意ができなかったんですけれども、お手元にありますお名前と、あと職種の上に、
すごい集中してる。今まで出てきたのすごい。藤川さんと小原さん、ものすごい姿勢がいい。しかも前もそうだったと思うんですけど、
なんかここに糸は張っとんやろかなというぐらい。ねえ、ずっとするんだね。椅子にほとんどお尻がかかってない。長く見せるためにちょっとクールらしいんですよね。
ここでチャックを作るの。ネジの。ネジの。私もね、そういう風にしたのが長く。これ、まあこれはちょっと衣辺がここが結んできとるんですけど、これをもっと寝かしてやるんですよ。さっきのこと。そしたらこの場がここから。ほな、これがこうこうってのが、ほな、これをここまで倒せる。寝かせれるんですよ。計算されて。そう。最後かけたなと思うんですけど、やっぱりこう大きさが急にこうグッと縮小するとちょっと書きにくかったな。原寸大ですね。筆の使い方とかもなかなか強弱の方が太めなあれが分からなかったなと思って。次がね、さまの石が石だって両方も難しいんですけど。まあ、どうせこれも渡しても外なんか見ずにパッと中身が見えないから、まあ、いやいやいや、そんなことないですよ。すごい使うちは今いえ、飲めないそれはもう、すごいおー、すごい、お見舞い、うまい、正確な字、あんまり書いたことないんですよ。大昔ばっかりしようかねえ、芸術的にね、パーツの声ね、ステージとかも、うん、すごい、高石発表しました、はい、最初に比べたら本人的にははい、いいですよ、ね、バランスいいですね、本人的にはい、ねえ、カツがうまい、はい、カツがすごい、なるほど、はい、拍手、拍手自信のなさがね、字に出てこない。いや、そうはないです。だん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 ボールペンみたいになってきて、キレがあるでしょ、ね、ブレてない、全然線が。そうだね。難しい。はい、皆さん。そうですね、左手で、ね。はい、はい。左手でね。なんか小学校から、なんか漢字とか、平仮名した10文字なんですよ。で、テストとか、だいたいロートがはみ出るんですよ。この長いけどね、なかなか難しいですね、これはまた特徴あよくできてます。衣辺がね、上手にね、右にね、片付いてくれてるから、横の谷を広くね、あれ結構谷が広がらるんですよ。衣辺を出っ張らすと、はい、ちょっとここからちょっと小さかったんですけどね、ちょっとね、難しい字ですね。鍋と文字と全部難しい、ね、鍋と文字と話したのなんか走るよ感じが走るちょっと落ち着けないで、いやいや素晴らしい、欲しいそれはすごいよ、うまいですね、バランスだよ、綺麗これね、これ、スマントの、ここやこれはうまいです ね、 ねちょっと前が大きいけど都市って、これ、ものすごく難しいんです、この字綺麗だね、都市はこれはね、すごい上手ですね。今日は本人的には、ご感想はいかがでした、うん、100点満点の40点ぐらいですそんな低いんですか自分的にはいや、もっと練習します。はい、まあ、はい、どうも緊張するよね、おいに反省しながらまた頑張ろうと今は苦しみます。ありがとうございます。
そしたら、あとは最後の事務局から、来月はビール会、また案内します。終わりと。それで会長にもね、早め早めに締めようように事務局が頑張ります。それから9月はまた、歴史探索で、今度は夜歩くと。去年は通常の弟子ライブをね、やるんですけど、今度はちょっと、まあ、会長があれなんだけど、ちょっと探索を入れた、弟子ライブがありますので、ぜひまた案内しますから、多少無理してでも参加をよろしくお願いします。ということで、先生どうも、今日はありがとうございました。また来年も。それでちょっとねお礼の事業会長はもう準備をさせないかないんで会長に高さを持ったんだけどちょっとすみませんありがとうございます。あとこれ4000円と5000円経費ですね、はい